アリス・ウォーカーはアフリカ系アメリカ人の作家、フェミニスト。1983年に著書カラーパープルによってピューリッツァー賞フィクション部門を受賞している。アリス・ウォーカーはアメリカ合衆国ジョージア州のイートントンに生まれた。彼女の家族はアフリカ系アメリカ人であるばかりでなく、チェロキースコットランド人、アイルランド人の字を引いていた。高校卒業後、ウォーカーは アトランタのスペルマン大学に入学し、1965年にニューヨーク州ヨンカーズのサラローレンス大学を卒業した。学生時代、彼女は夏季を交換留学生としてウガンダで過ごしている。ウォーカーは1967年にフェミニズム活動をかのめるレベンサルと結婚するが1976年に離婚している。彼らの間に生まれた一人娘のレベッカ・ウォーカーも、また、 著名なフェミニスト、作家となった。ウォーカーの著作には、小説、短編小説、エッセイ、詩などがある。これらの作品は、アフリカ系アメリカ人に焦点を当てており、作中においてこの人々は、人種差別、性差別に満ちた凶暴な社会の目撃者となる。彼女の著作はまた、文化や歴史の中における、有色人種女性の役割についても、 焦点を当てている。ウォーカーは自由政治社会において原理の問題としての方にはまらない、不評な視点を擁護していることで尊敬を集めている。彼女はバイセクシュアルであることを公表しており、性別、民族、人種を超えたあらゆる人々と共感できる人物である。ウォーカーの最初の詩集は、彼女がまだサラ・ローレンス大学の最高学年に在学中に書かれた。 彼女はレベンサルと共にミシシッピ州で暮らして公民権運動に参加していた間しばらく執筆活動を中断していたことがある。ウォーカーはフェミニスト雑誌ミズマガジンへの参加をきっかけに執筆活動を再開した。1975年に彼女が発表した記事は多くの反響を呼び民族学者ゾラニール・ハーストンの活動に対する興味を復活させた。 短編小説や詩に加えて、1970年には、ウォーカー発の小説作品集である、グレンジ・コープランドの第三の人生が出版された。1976年には、二作目の長編小説、メリディアンが出版。この小説は、公民権運動の時期の南部における、フェミニストの労働者について取り扱っており、ウォーカー自身の経験の一部に極めて類似したものと、 なっている。1982年、ウォーカーは後に、自身の最も有名な作品として知られることとなる、小説、カラーパープルを出版した。人種差別主義の白人文化ばかりでなく、課長主義の黒人文化に対しても、自分の流儀を貫いて戦う、黒人女性の物語は、大きな反響を呼んで、商業的成功を収め、登場人物と物語の即時性は、人種。 年齢、性別を問わず読者の神経を直撃した。この本はベストセラーとなり、1985年には映画が制作され、2005年にはブロードウェイ劇場でミュージカルが公開された。ウォーカーの他の著作としては、我が愛しき者のシンデミや、喜びの秘密などの小説、多数の短編集や詩集などがある。ウォーカーはスペルマン大学時代の教師であった。 歴史家、ハワード人の影響もあって政治活動家となった。彼女は1960年代の数年間を公民権運動の活動家として過ごし、その後もすべての人々の公民権の擁護者であり続けている。彼女は環境保護、フェミニズム、動物の権利についての活動を行っており、女性季節除に反対する運動も行っている。彼女はまたキューバの代弁者でもあり、 数十年間に及ぶアメリカ合衆国のキューバに対する通商停止を終わらせるよう明言している。ウォーカーは数回キューバを訪問している。カラーパープルは1983年に栄誉あるピューリッツァー賞フィクション部門を受賞し、また米国と書賞も受賞した。ウォーカーはまた1985年8月にエスクアイア市場で発表した短編小説祖父の形見で、 1986年のオーヘン変ン賞を受賞している。彼女はその小説内で描かれる人種差別の明確な描写によってもいくつかの賞を受賞している。ウォーカーの作品に対する批判は主にアフリカ系アメリカ人の描写に対してなされている。カラーパープルが出版された時、作中の男性キャラクターの描写に対する批判があった。この批判的意見の 主な関心事は、この本において、男性キャラクターが下品で口が悪いか、同化者であるように描写されているように見えるということで、あった。この意見は、映画が公開されるとさらに強まった。その主な理由は、原作にあったアルバートとセリーの、やがて来るであろう、決意と和解についての重要な部分が映画で、カットされていたことであった。 小説家のチャールズ・アール・ジョンソンは1995年に出版した小説オキザ・ファディング・テールの序文において以下のような発言でカラーパープルを批判した。どちらの作品が監修の境界線をより強固に追求しているか、そしてどちらが虚構と哲学が出会う空間において確信を持って位置を占めているかを決めるのは読者にお任せしよう。 彼のコメントは学問の世界にも衝撃を与えた。ジョンソンが別の有色人種の作家を批判しないという暗黙のタブーを破ったためである。ウォーカーは1996年の著書、ザ・セーム・リバー・トゥワイス、オナリング・ザ・ディフィカルトでこれらの批判について言及している。ザ・セーム・リバー・トゥワイスはある種の自助伝とも言える作品で、ウォーカーの人生で起こった。 独特の出来事について語られており、カラーパープルに対する自分が経験した反応についての視点も2回語られている。サッカイブリン・ホワイトは著書アリス・ウォーカー、その生涯において、ウォーカーが幼少時に負傷し、結果として片目を失明することとなった事件について述べている。ウォーカーの兄が彼女の目を BB 銃で撃ったのである。ホワイトはこの事件が、ウォーカーに、 大きな影響を与えたと述べている。特に重大なことは、町の白人の医師が彼女の両親から怪我の治療費として250ドル以上も採取したということで、ある。ウォーカーは、記録資料的性質を持った著書、選手の刻印において、この事件について言及しており、このことを女性たちが弾圧と戦う、選手となるための犠牲的な刻印として描写している。 ウォーカーはまた、ザセイムリバー・トゥワイスにおいて、自身のライム病による、闘病生活についても記録している。ありがとうございます。